やーい、つんです。皆さんおはようございます。はぁ、はい、はい、今日はですね、まあゆるりゆるりと話していきたいなと思います。昨日ですね、インスタライブで今日の早朝からスターバックスコーヒーに行って同期とロケをしに行こうっていう話をしてたんですよ。天気を調べてみたら、まあ雨ザーザー降りの雨だったんですよね。もう 100% みたいな、 90% とか 100% とか、もうほぼ雨みたいな。でスタバロケ行けないじゃんみたいな感じで、インスタライブ終わった後すぐ同期に連絡をして、ちょっと日にちをずらそうっていう話をして、今日スタバロケは中止になりました。もう本当にね、本当に雨が多い、スタバロケはなんでだかわからないけどね。そして今日はですね、なんとその後ミュージカルビリー・エリオットを感激してきました。いやもうね、本当に素晴らしい。ビリー・エリオットはね、本当に素晴らしいなって思いますね。本当にすごいの一言皆さんはもうビリー・エリオット見に行かれましたでしょうか。なんかオープニング公演のみらしいんですけど、カーテンコールの一部を撮影していいよみたいなことがあったんですよ。始まる前にですね、携帯電話の電源をお切りくださいっていう放送が流れるんですよ。まあ皆さんご存知の通りだと思うんですけど、僕消してたんですよね。電源を切って感激してたんですよ。でいざカーテンコールじゃあ始まりますって言って、よっしゃじゃあ今日撮影できるんだな、写真絶対収めようと思ってたんですよ。で前にスタッフさんがこう舞台のカーテンコール中にこうスタッフさんにこういう風に立って、撮影間もなく撮影 OK ですみたいな看板を出してくれたんですよ。 iPhone の電源入れようと思って電源入れたんです。はい、撮影 OK みたいになって、じゃあ撮影しようと思ってこう見たら、 iPhone の分かりますか、リンゴのマークがずっと出てるんですよそんな短時間で iPhone 起動しないだろっていうぐらいのレベルの勢いで撮影が始まっちゃったんですよ。で、うわっ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 、間に合わない、間に合わない、うわっ、うわっ、終わっちゃう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 、普通に撮影 OK のタイミングが終わってました。まあこれ多分あるあるだと思うんですけど、あれみんなどうしてんだろう。多分僕の予想だとあれ電源切ってないな。電源切ってる人は絶対間に合わないと思う、あれは。まあそんなことがありました。今日は一人でね、こう、うわ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 、ちょっとちょっとちょっと、はい、みたいなことがありました、うん、あれどうしてんだろうな、みんなどうやって解決してんのかなって知りたいんですけど、写真は撮れずという。でもね、本当に素晴らしい舞台で、あ、見れてよかったなと思ったし、しっかりこれからね、ミュージカルとかの舞台を踏む上で精進していかないとなって思いましたね。気合が入ったし、いい刺激をいただきました。いや、見に行ってよかったなと思うので、まだ見ていないよっていう方はね、これからぜひビリー・エリオット見に行ってみてください。最高です。なんか毎回ね、スタバのロケほんと雨多いし、なんだろうな、なんだろうなみたいなどうしたらいいんだろう。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、もしこの動画がよろしければグッドボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録とコメントぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。